どうも皆さんこんにちは、かなです。今回はですね、ちょっと前に TikTok の方で Supreme と Essentials と Chrome Hearts のパーカーを着比べてみたよっていう動画を出したんですけど、意外とそれが好評でして、なので今回はそれぞれ注目してほしいポイントだったりとか、お客様から買われる時にこういうとこ気になってんねんけどどうって聞かれるポイントとかを解説しながらまた着比べていこうかなと思います。で、さっきもね、ちらっとお話ししてるんですけども、ご紹介するブランドがこちら、Supreme と Essentials と Chrome Hearts ですね。こちらの3ブランドを着比べていきたいと思います。今回、ちょっとサイズが全然揃わなくて、揃ったのが L サイズなので、ちょっと私には大きいサイズにはなるんですけど、L サイズで着比べていこうかなと思います。Chrome Hearts はレギュラータイプですね。マッティコラボとかではなく、Chrome Hearts 単体のものを選んでます。で、多分皆さん男性が来た時にどんな感じに見えるかっていうのもね、気になると思うので、ちょっと今回時間があんまり取れなかったので、それぞれ写真でのご紹介にはなるんですけども、また中村とモリリンに来てもらいましたので、そちらも見てもらいながらご説明していこうかなと思います。ということでですね、早速着比べていくんですけども、TikTok で一番最初に着てたのがこちら Chrome Hearts なので、こちらから着ていこうかと思います。はい、ということで着てみました。こちらが Chrome Hearts 単体の L サイズのパーカーになります。はい、こんな感じでございます。そうですね、着丈で言うと160センチで、お尻が完全に隠れるぐらいになってます。太ももにちょっとかかるかなぐらいですね。ただ、まあ、こんな感じでレイヤードはなんか綺麗になってるかなと思います。今回ご用意したこの3個のブランドの中では一番これが生地が薄くて柔らかいです。ただ裏肝になってるのでしっかりとした暖かさはあるんですけど、柔らかくてすごく動きやすいです。体にフィットしやすい感じがします。袖の長さは全部伸ばすとこんな感じでかなり長くなります。私が手を伸ばしても指先が全く出ないぐらいですね。ただリブがしっかりと効いてるので、まあ普通に手首でしっかりと止まってくれる感じにはなりますね。こんな感じ。うん、なのでまあワンサイズ上げたりとかしても袖長くなりすぎるかなとかっていう心配はそんなにしなくても大丈夫です。で、身幅こんな感じですね。形で言うと一番スタンダードな形になるかなと思います。縦が長すぎるとか逆に身幅が広すぎるっていうこともなくって、一番使いやすい形かなと思います。で、結構ね、パーカーをね、皆さん買われる時に問い合わせとして多いのが、フードの大きさどうですかっていう問い合わせが多いんですよ。あ、みんな結構フード被るんやって思うんですけど、今私 B2 被ってる状態で、このクロムのパーカーは余裕でこんな感じで被れます。結構大きさがありますね。で、まあ、さっき言ってたみたいに生地が柔らかめなので、被った時にも全然ストレスなく被れるかなっていう感じです。ただこれはクロム単体のものになるので、マッティコラボとかになると生地感も変わりますし、サイズ感も変わるので、そこもちょっと気をつけながら参考にしてもらえたらなと思います。160センチの私が着るとこんな感じでオーバーサイズにはなるんですけど、全然サイズ的に私は問題なく着れるんですけど、クロムはあんまりオーバーで着てる方今少ないので、そうですね、160センチから165センチ170までいかない方とかやったら L サイズはちょっと今っぽくないので、買われるとしたら M サイズを買われた方がいいのかなと思います。では、こちらのクロムのレギュラーのパーカーですね。こちらは私と中ムとモリリンが来たお写真載せておきます。こんな感じです。はい、ということで次はこちらエッセンシャルズのパーカーを着ていきます。こちらも L サイズですね。はい、エッセンシャルズ着てみました。こんな感じです。さっきのこちらのクロムハーツに比べると生地は少し硬くなってる感じがしますね。でも全然ストレスなくかなり着やすい素材感になってますね。で、着丈なんですけど、まあ、さっきと同じようにこの中のインナーは見えてるっちゃ見えてるんですけど、まあ、ちょっとクロムハーツよりか1センチ程度こちらの方が長い気はします。ちょっと今着丈実寸サイズ分かんないのであれなんですけど、着た感じで言うと、まあ、1センチぐらい長くなってるんじゃないかなっていう感じはします。で、袖ですね、袖、まあ、長いっちゃ長いです。これもはい、伸ばすとこんな感じ、若干指先が見えるかなぐらいですね。これはクロムハーツよりか結構しっかりとリブが効くので、まあ、こんな感じで全然手首で止まってくれます。
さっきのねクロムハーツに比べると、あの袖のボリュームがすごく出やすいです。これに関してはこの3ブランドの中で一番ここにボリュームが出ます。で、身幅見てもらったら分かるように、ここがねかなり広くなってます。さっきのクロムハーツと比べると、ここも3ブランドの中では一番これが広いかなっていう感じです。まあ、シルエットで言うと、さっきのがまあスタンダードの形としたら、これはボックスシルエットですね。なんか四角形っぽい感じになるかなと思います。なので、まあ、さっきのね、クロムハーツがパーカーであっても少し綺麗めに着こなせるかなと思うんですけど、こっちはストリート感がより出るのかなと思います。で、フードですね。これはね、余裕です。で、一番これがフード大きい気しますね。で、さっきのクロムハーツが生地が柔らかい分フードは寝る感じになってたんですけど、これは少しね、クロムハーツに比べると生地がしっかりする感じになるので、フードもこんな感じで立ってくれます。ただ、まあ、私もよくこれを着てるんですけど、洗濯を重ねていくうちにちょっと弱くはなっていくので、徐々に寝ていくと思います。で、このエッセンシャルズがですね、3ブランドの中で唯一肩がラグランスリーブになってるんですよ。まあ、体型がちょっとごつめの方でも肩が落ちて見えるので、ちょっと体型カバーしたいなとかっていう方はこれを狙ってみるのもありかなと思います。まあ、さっき言ってたみたいにこの辺がかなり広くなっちゃうので、この上からアウターを着るってなるとちょっとこの辺ごわつくと思うんですよ。なので春とか秋アウターがいらへん時期はこれすごくいいと思います。逆にまあアウターやっぱ羽織らなあかんっていう時期は、さっきのクロムハーツとかこれからご紹介するシュプリームとかが合わせやすいのかなと思います。買うってなったら、私みたいにオーバーサイズ着慣れてる方はこれぐらいのサイズ感でももちろんいいんですけど、エッセンシャルズとして、まあ、こういうレイヤードとかをね楽しめるブランドでもあるので、まあ、少し小さめのサイズを買ってみるのもありかなと思います。十分に大きさがあるので、まあ、普段私 M とか L サイズオーバーサイズを着ることが多いんですけど、そういう私でも XS を買ったりもするので、まあ、少しサイズを下げて小さめのサイズを買ってみるのもありかなと思います。ということで、こちらもね3人が着たお写真をお出しします。こちらです。では最後ですね、もうこれは何度もご紹介してるんですけども、今までご紹介したこの2つのブランドと比べてどうなのかっていうところを見てほしいと思います。はい、シュプリームの L サイズ着てみました。こんな感じです。一番シュプリームが生地としては硬いかな、しっかりしてます。なのでこの3つのブランドの中でも一番フードがしっかりと形が残ります。で、まあ、後ろを見てもらうとこんな感じですね。一番中のインナーが見えてないのがこれかな、お尻のちょい下ぐらいまで着丈は着てるかなっていう感じがします。あれ TikTok で多分クロムハーツとこれ一緒ぐらいかを着丈って書いてた気するけど、ちょっと誤った情報かもしれないやばいな。まあ、こんな感じですね。結構丈は長めになってます。身幅こんな感じで結構細めですね。で、どちらかというとこのエッセンシャルズが真四角っぽい感じのシルエットになるのに対して、これはなんていうのかな、縦長の長方形みたいな感じのシルエットになってます。このクロムハーツよりか若干縦長っぽい感じになりますね。まあ、袖はこんな感じで、多分この3つのブランドの中で一番袖は短いです。ボトルから伸ばした時も、まあ、手の半分ぐらい指のところから全部見えるぐらいなので、一番これが袖は短いと思います。うん、私個人の感想としてはこの3つのブランドの中で一番リブが緩いかなと思います。わかるかな、なんかこうやった時はちゃんとリブの形残るんですけど、だからちゃんと絞りが効いてるのかなと思うんですけど、こう下ろした時にこうやって落ちちゃうんですよ。なのでリブの効きは弱いかなと思います。そのお客様からも買われる時に袖の長さどうやとかっていうねお問い合わせもちろんいただくんですけど、皆さんやっぱ気にされるポイントだと思うんですよ。女性はね萌え袖言うてこうやって隠れてても可愛い可愛いってなりますけど、男性でねあんまりこう全部隠れちゃってるのを着てる方少ないので邪魔になりますし、オーバーサイズを着たくてもこの袖の長さっていうのはちょっと頭に入れた方がいいのかなと思います。サイズを下げて小さいものを買うかどうしようって迷われてる方でも、一番体のごついモリリンであってもこの L サイズを着てるぐらいなので、例えばねこういうエッセンシャルズの方が身幅としてはあるんですけど、全然このシュプリームでも身幅はしっかりとあるので、まあ、お好きな着丈であったりとか、まあ、袖の長さとかを考慮してサイズを選ぶのがいいのかなと思います。フードの大きさやね
まあ、こんな感じで B2 の上からもちろん被れるんですけど、さっき言ってたみたいにこの2つのブランドに比べて生地がしっかりしてて硬い感じになるので、ちょっとね被った時に窮屈というかなんか動きづらいなっていう感じはします。まあ、皆さんどういうタイミングでねフード被るかっていうのがちょっと分かんないですけど、フードを被ったスタイルで完成とかやったらちょっとしんどいかもしれないですね、もしかしたら。はい、ということでこちらのシュプリームのパーカーも3人が着たところのお写真ですね、出しておきます。こちらです。で、シュプリームのねこのパーカーに関してはサイズ比較の動画っていうのも以前に出してるんで、まだ見てないよっていう方はそちらからご覧いただいて参考にしてみてください。はい、ということで今回3ブランドの L サイズのパーカーを着比べてきました。できればね他の M サイズとか S サイズとかそのあたりも着比べてみたかったんですけど、ちょっと今回サイズが揃わなかったので、まあ、今回はどのあたりを注目してみたらいいかなっていうところをね参考にしてもらえたらいいかなと思います。結構コメントの方でもサイズ比較の動画を見て参考にして買わせてもらいましたっていうコメントもかなりいただいてるので、すごく嬉しいですしありがたいんですけど、やっぱりそのサイズ比較の動画を見てもいやここってどうなんやろって気になるポイントが出てくると思うので、私でも大丈夫ですし中村とかモリリンのインスタの DM に問い合わせ送っていただいてももちろん大丈夫なので、買ってからねわーミスったってなるのが一番悲しいので、そうなる前に買われる前にねいろいろ聞いていただけたらなと思います。で、私個人のあれにはなるんですけど、最近本当にいろんな DM をいただくことが増えまして、ちょっとね、埋もれちゃうこともあるんですよ。なので、あれ返事来てないなとかがあれば、もう一回送ってください。なるべくもうその場で返信するようにはしてるんですけど、まあ、何か仕事で作業しててちょっと置く時もあるので、返事来てないよっていう方はもう一回送ってください。よろしくお願いします。ということで今回の動画も参考になったよっていう方はチャンネル登録と高評価、あと SNS のフォローもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。